はい、皆さんこんにちは、渡辺グルージです。ではですね、ここから対抗立志伝5の続きをやっていきましょう。次回までにですね、ごめんなさい、前回までに稲葉山城ですね、斎藤辰興を倒して、岐阜城に改名してですね、美濃一帯を収めたというところまで、プレイの方をお届けしてきました。で、今回はですね、その続きで、おそらく信長が京都に上洛するというところをですね、お届けすることになるんじゃないかなというふうに思ってますので、その様子を一緒に見ていければいいかなというふうに思っています。では早速続きを始めていきましょう。これは稲葉山城のままか。まだこれで稲葉山城に入ればどうなるんだろう。特に何もないね。そしたら一旦戻り、本拠は稲葉山城になってるよね。稲葉山城からこれ岐阜城に改名するイベントがおそらく初めての表情でありそうなので、それまでの間ちょっとね、いくつか修行をやっておきましょう。前回斎藤辰興攻めて分かったんですけど、やっぱりね、弓術、これかなり重要だなと思いました。なのでちょっと今回弓術とあと軍学ですね、このあたりを優先的に学んでいきましょう。で、竹中半兵衛これ見ると弓術も軍学も持ってるので、半兵衛とねちょっと仲良くしていこうかなと思ってます。ではまず弓術ですね、やっていきましょう。内容説明初めて見るんで、ちょっと内容見させてくださいね。十字キーの上下で発射する角度を、で左右で弓の力を調整して的に矢を当てるのが弓術修行でございます。矢は勢いがなくなると落ちていくので、その手を計算して威力を決めてくれと。なるほど。命中した的が多ければ多いほど、まあ、修行の効果が高いということですね。では早速ちょっとねやってみましょう。これでちょっと発射してみようかな。おお、なるほど、こういう感じでやるのね。なんか結構地味だけどよくわからないね、打ってみないと。今のだとちょっと角度がありすぎた感じかな。なのでちょっと角度を弱めて、これでどうだ。よし。でもう一個に関してはどうだろう。だいぶ力を強くして角度をもうちょっと上げますか。これでどうだ。 OK。 これ今と同じので結構いくんじゃないか。一個だけか。5発中5発一応的はいましたけどね。もう今一つか。なるほど、結構難しいな。ちょっともう一回やっていいですか。これ一本の矢で複数をやっぱり射ていくってことをしないといけないんだな。うわ、もったいないことしたな。よし、これで一気に3本やったでしょ。んで OK。 で次はというと、角度を上げて弱めに打ってみますか。うわ、しょぼい感じになっちゃったな。よし、2本。これでまずまずか。これでまずまずなんだね。これ結構慣れてこないとうまくいかないかもしれないな。で、ヒアを手に入れた。これね、もう一回やります。何度でもやりますよ。乱れ打ちみたいなやつがあったと思うんですけど、あれをね習得すると多分だいぶね楽になるんじゃないかなと思ってるんですよね。どうだ。うわ、弱いか。これで今だとだいぶ弱かったんで、もうちょっと強くして角度を上げましょう。 OK。 強さはこのままで、角度をちょっと低めにしてみますか。ぐはっ、
角度がもうちょっと柔らかい方がいいのかな。これくらいでどうだ。一本か。うわ、もったいないね。で、今だともうちょっと低めに設定すればいくかな。もうちょっと低いか。これくらいでどう。そうすると今度は OK。 どう、結構うまくいったじゃない。まずまずか。これでまずまずか。号泣。なるほど。これは威力が増すって感じなのかな。げ、病気になったとか言い始めてるよ。かつ表情まで5日間しかないので、自宅に行って体力をちょっと一旦回復させますか。どうしていきなり病気になったんだろう。で、療薬口に逃がしで治ってくれればいいんだけど、治らないと医者がいるところに行かなきゃいけないな。おや、心なしか気分が良くなってきたぞ。こんなねね様みたいな人にここまで気遣ってもらえるって最高だな。体力もすべて回復したか。そしたらちょっと寝ようかなと思ってたんですけど、自宅に行ってちょっとお金を少しぐらい。お、ここで浅野長吉がやってきましたね。茶を振る舞おうと思いまして、ということで、じゃあ茶席に応じましょう。橋姫、瀬戸真中小和物茶入れ、わずかに丸みを帯びた寸胴に近い形をしている、姿をしている。古今集の寒城に、これは何だろう、衣かたしき今宵もや我がを祀らむ宇治の橋姫からこの名がついた。全然わからないですね、何を言っているのか。ではちょっとお金をね、どうしよう、3000貫ぐらい入れときましょう。何気にちょっとね怖いですからね。そしたら次の表情まで寝ちゃいましょうか。体力回復してくれちゃいましたけどね。お、これで表情が始まりますね。これできっと岐阜城の方に解明されるんじゃないかなと思うんで、ちょっとその様子をね見ていきましょう。稲葉山への移転も無事終わったようだな。と、これ信長ですね。これより、この稲葉山を岐阜と改名する。ふんふん。尾張正秀寺の拓彦でございます。だってますかね、読み方。岐阜の意味するものはすなわち義山。古の聖王、周の文王は、義山より起こって天下を定めたのでございます。というふうに言ってますね。我らも文王にあやかり、天下を統一するのだと。ああ、この時点から天下布武を持ち出したんですね。岐阜城に移ったあたりから。なんか信長といえば天下布武のイメージがありますよね。で、信長は美濃の稲葉山に居城を移し、岐阜と改名。それと同時に天下布武の印を持ち、周囲に天下統一の志を示したのである、ということですね。で、今度は上洛か。で、上洛のためには伊勢志摩国攻略を果たすためにも今月は合戦を行いたい。いいでしょう、合戦しましょう。ただ今合戦をするのはどうなんだろう、あんまり意にそぐわないというか、今の秀吉だと大した活躍が多分できない可能性が高いんで、ここは意見を言って軍備を行うにしましょう。やっぱりね、このさっさなりまさ、必ず秀吉の言うことに噛みついていきますね。今回は意見は退かされましたね。では部隊編成か。なるほど。誰が行くのかって話だよね。これ見ると、残念ながら秀吉は出ないのかな？これ出るように変更とかもできないもんね。この秀吉ではなく、秀吉の配下の、
反米だけが出陣するっていうのもね、なんかちょっと現実的にあるのかなって話があるんですが、ここはね開き直ってちょっと弓を鍛えましょう。じゃあ反米はいるのかな、出陣中かもしれないけど、ちょっと行ってみましょう。反米不在か。となると視聴者の方に教えていただいたんですけど、太田牛一も弓術結構強いよって教えてもらったので、うわーまたの機会か。そうなるよね、牛一がいないとなると他誰か弓を教えてくれる人いるかな。勝家も出陣中だよね。ちょっと一応見るけど不在だよね。長秀も不在。常ちゃんは断られると。で氏家はどうなってるかっていうと、申し訳ないがという感じになるね。そしたら配下の武将だったら絶対言うこと聞いてくれるよねっていう意味では、どうだろう、堀尾義晴とか、あ、浅野長吉とかはどうだろう、さっき来てくれましたしね。技能指示、鉱山か。鉱山いらないな今ね鉱山いらないんですよ。となると山内和豊とかはどうかな、ちょっと見てみますか。ああ、和豊にも断られるのか。となれば堀尾義晴はどうなってるかな。ちょっと技能指示見てみますか。建築と鉱山か。なるほど、そうなると不破のおじきに頼んでもしょうがないし、和氏は、中村和氏は多忙ね。みんな多忙だね。小一郎はどうなってるかな。小一郎建築鉱山か、いないね。あとは八須賀五六正勝ですね、はどうなってるかな。二の指示、弓術あるじゃん、弓術教えてもらいましょう。15日間ね、まあどうせね今出兵しちゃってますからね。こっちはそのうちに、今のうちに一気に、うわ一個か、今のうちに一気に、ん、高いか角度が。今のうちにね一気にこう弓術を鍛えちゃいましょう。うわしくったな。結構ねこの微調整難しいですよね。なんかコツとか、うわこれね、あと一発か。二個ぐらいを打ち抜きたいですよね。ここまでかな。あ、もう一発撃てるんだ。となれば、どうだろう。ほい、うわ外したか、もう一つか。号泣。さっきも号泣だった気がするんだけどな。ただ、2倍の攻撃力になる。これはいいですね。本当はね、乱れ打ち欲しいんで、ひたすら乱れ打ちをやりたいなとは思うんですが。ちょっとお城に一回行ってみますか。信長様はただいま出陣中でいないと。ということは、また弓をやりましょう、ひたすらに。大丈夫なのかな、弓ばっかりやってて。何？技能指示が弓が受けられなくなってる。弓が受けられなくなってるな。お、ここで武田家の嫡男、武田。これは慶喜で合ってますかね。自陣したということですね。でここでこの、そうなんですよね、高宗主の三国同盟がまあ瓦解したというところになると思うんですよね。これで信玄が駿河に侵攻していくっていうシチュエーションが整ったわけですよね。で、虎正正影に山形勢を継ぐよう命じたと。これ武田の名跡ですよね、山形は。ここでオブトラマサが結構早めに死んじゃうんですね。オブトラマサとか武田家でプレイするとき、オブトラマサとかね面白いかなと思ってたんですが、
早めに死んでしまう感じなんだな。で、ひたすら弓を教えてくれる人を探しましょう。長森かなちか、長近はダメか。おう。木下様。今川氏真領を分け取りにすべく、信玄と元康が同盟を結んだ。うんうんうん。これで、ね、きっと、信玄が正常作戦を開始するまでは、まあ、一応、徳川、織田、武田は、まあ、戦らしい戦はない状態で、歴史は進むんですよね、きっと。で、ここで北条氏康と上杉輝虎が同盟を結ぶと。これ時代的にはこの後ですよね。第3次かな？第3次でしたっけ？謙信とね、信玄が川中島で最も激戦になって、いわゆる木つつきの戦法を使って、こう、挟み撃ちにね、強撃にしようとした信玄を謙信が逆に突き進んで、こう、馬上から切りつけたっていうね。川中島の戦いはおそらくこれからかなというところですが、じゃあちょっと牛一と仲良くなっておきますか。茶席でも。お、喜んでもらえなかったの。牛一もダメか。あとは、そうだな、利家はどう、利家って弓じゃなかったよね。ちょっと見ましょうか。足軽だよね。やっぱね、今弓なんですよ、弓。にゃ、これ以上粘っても無理かな。そしたら、ちょっと同盟国の岡崎の方とかまで足を伸ばしてみますか。で、この後はですね、やっぱりその、信長が戻ってきたら上洛作戦の方が入っていくと思うので、ここね、今戦闘中だな。ちょっと戦闘中、覗いてみます？これ。覗けたりするんだろうか。交戦中のため入れませんと言われちゃったか。まあ、それそうだよね。であれば、どうだろう。岡崎の町に移動して、この辺りでしばらく、用心棒を雇っていなかったので、用心棒をまず雇いましょう。で、せっかくなんで、ちょっと誰かいたよね。あ、本田正信がいたのか。で、本田正信がいて、あとは大久保忠相もいますね。さあ、これで、岡崎城に遊びに行きましょう。武家宅。そうだなぁ。忠勝とかは不在ね。本田正信、さっき会ったばっかじゃん。技能士。うわぁ。忙しくて教えてくれない系だな、これは全員。安政とかどうかな。忙しくて教えてくれない系だね。やっぱちょっと親密度を上げていかないと誰も教えてくれない感じなんでしょうね。せっかく岡崎まで足を伸ばしましたけど。であれば、どうしようかな。今誰もいないしね。ちょっとじゃあ、いつものごとく京都の町に行って。金でも集めていきますか。交易品購入でいつもの通り茜ちゃんを120買っていきましょう。で、何度かお話してる通り算術に関してはもうレベル4まで上げてますからね。おっと、外したか。ここは巻物を確実に当てましょう。ま、承諾をしておいて、で、あとは、表彰までまだ36日もあるのか。ただ、いつ信長が帰ってくるかわからないんで、まあ、ここはね、あまり寄り道はしないで、
いつもの大港の町に行ってすっと交易品を売りさばきましょう。信長が早く戻ってきてくれないと次のイベントにね進めないですからね。これこの先もどうなんでしょう。秀吉の能力を考えると実は戦にあまり連れて行ってもらえない可能性ってありますよね。そうなるとちょっとこの暇な時間がだいぶ長くなってしまいそうな気もするので、できるだけやっぱりね戦闘力上げておきたいですね。そう考えると、まだ戦闘中だよね。ちなみにキオスの街って道場とかってあるんだっけ。道場がないと。なるほど。じゃあこの近辺で道場があるところでもちょっと探って道場破りしていきましょう。さあ、じゃあ武芸指示を受けて20日間必要、まあいいでしょう。これね勝てないんですよね。2勝6敗か。しかも微妙に体力が削られてるっていう状態だ。まあ、秀吉の能力を考えるとどちらかっていうとやっぱり政治とかねそっちにして接近戦もできるだけ避けてった方がいいかなって感じがしますよね。ってなるとやっぱり弓術なんですよね今欲しいのは。お、かわした、ナイスだ。順調に来てるぞ。これで一人葬ることができるな。ヒゲで連続斬りを食らい、連続斬りを防御されてどうなるかな。死なないんだ。しかも切られるぞ。ぐはー、死んだ一撃しか、残念だな。なるほどね、出ましょう。やっぱりね武芸指示はダメ。秀吉に関して言うとちょっとあまり期待できないですね。じゃ あ長島の方がどうなってるか。こう戦闘中のため入れないって言われちゃうよね。だったら岐阜城に帰ってちょっと疲れを癒しましょうか。表情までお眠になります。で、お、信長が長島城攻略したか。よしよし。だったら早速戦勝を祝いに城に登りましょう。信長はまだ戻ってきてないか。だったら、お、これが信長かな。そうですね、信長がもうすぐ戻ってくるので、どうだろう、あと本当に1日ぐらいな感じですよね。1日ちょっと休憩して、でだ、これで登場しましょう。お、信長がいる。特に何も言われなそうだな。だったらと言うけど、もう残り3日しかないので何もできないですね。じゃあ休養しましょう。また一晩寝て、で城に行ってみますか。何も言ってこないね。猪口、岐阜の町か。岐阜の町ってあんまり行ったことないな。岐阜の町にも道場ありますね。ちょっと酒場とか覗いてみようかな、せっかくなんで。酔った女、堀直政とか、伴直政ですね、ごめんなさい、伴直政とかがいますが、まあ、こんなところか。鍛冶屋とかもありましたね。じゃあこれで岐阜城に戻り、次の表情までのんびりしますか。でもちょっともう一回念のため城だけ登場してみよう。うん、もう表情になったか。でだ、最終目標は上洛である、分かってます。で、伊勢志摩国攻略を果たすため、軍備増強したいと。
方針に意見しましょう。合戦を行うぞ。そうだね、伊勢志摩って考えるとどうなんだろう。ここは内政を行いましょう。ここもまた退けられたか。で、自分がやりたいのは何かというと、兵糧購入にしましょう。3000貫を与えるんで、米を8000を購入してまいる。厳しいね。お、木下様、一大事でございます。将軍、義輝公が、刺激されましたぞ。これ、まあ、殺されたってことですよね。なんじゃと、詳しく話してみよう。あ、それでは、ということで、足利将軍家の復権を図る将軍義輝は政権を牛耳る三好家にとって目障りな存在であった。三好三人衆と松永久秀で出てきましたね。軍勢を率い義輝の居城二条城を吸収。剣豪将軍の意味を持つ剣豪将軍ですね。義輝はこれまでと覚悟を決め、わずかなとま周りとともにこれを迎え撃ったものの、まあ、最終的にはやられたってことですね。そうなんですよ。この足利義輝撃たれるときは畳にね、何本も何本も刀を突き刺しておいて、刃こぼれするたんびにその刀をね、とっかえひっかえ、こう、迎撃したというふうに言われてますよね。去年27歳、まだ若いなぁ。三好三人衆と松永久秀は大和国興福寺にいた義輝の弟義昭をも抹殺しようとするが、義昭はかろうじて難を避け、朝倉家を頼って落ち延びていったと。ということですね。さあ、これで今、足利義輝が暗殺されたというイベントが起きましたね。で、この後はですね、光秀がやってくるはずなんですね。足利義昭の使者として、明智光秀がやってくるはずなんですが、時間も、いい時間になってきましたので、一旦ここで終わりにして、次回この続きをお届けしていければいいかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。